ウロシュジュルジェビッチは、セルビアベオグラード出身、モンテネグロ代表のプロサッカー選手。スポルティングで基本所属。ポジションは FW。ベオグラードの複数のユースチームでプレーし、FK ラドベオグラードでプロデビュー。2014年1月、プテッセに移籍。2015年8月18日、US チッタディパレルモに移籍。2016年8月22日、 パルチザンベオグラードに移籍。加入初年度でリーグとカップのダブルを達成した。自身もリーグ得点王、ベストイレブン MVP と個人タイトルを独占した。2017年8月30日、260万ユーロでオリンピアコス FC に移籍。2018年8月20日、クラブ史上最高額の移籍金250万ユーロでスポルティングで基本に移籍。 ユース年代から継続してセルビア代表に選ばれている。U-19 代表では2012年と2013年に UEFAU-19 欧州選手権に参加、2013年大会で優勝した。U-21 代表では2017年に UEFAU-21 欧州選手権に参加した。2017年3月9日。 スラボリューブ・ムスリン監督が 2018FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のジョージア戦で初めてジュルジェビッチをフル代表に招集したが試合には出場しなかった2021年モンテネグロ国籍を取得しモンテネグロ代表に招集された3月24日の 2022FIFA ワールドカップ予選ラトビア代表戦で代表初出場を果たしたありがとうございます